こんにちは。こんにちは。プレイです。今日お招きした方がいらっしゃいます。あります。お風呂博士の石川康弘先生です、はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。先生はお風呂と睡眠に、まあ、特化したあの方で、まあ、オリンピックや、まあ、ラグビーの日本代表の選手にこう入浴指導ですか。はい、そうですね。睡眠もですか。そうですね。あの睡眠と、入浴は、ね、入浴の指導をされてこられた方で、なのであの剣道をやってる方もしくは、まあ、スポーツやってる人にこういう、うん、まあ、お風呂と睡眠についてもっと知ってもらって、まあ、皆さんのね、まあ、怪我なくやったりとかパフォーマンスを最大限発揮するための、まあ、術をちょっと今日は教えていただきたいと思いまして、はい、お招きしました。そしてこれ赤枠を見ていただければ分かるんですけど、お風呂だけで疲れは取れません。本当ですか。そうですね取れませんよ、お風呂だけじゃね。もうなんかあのお風呂と睡眠はセットで考えるということを先ほど教わったんですよ。最初、まあ、お風呂はお風呂だけ、睡眠は睡眠だけでちょっとお伺いしようと思ったんですけども、2本に分けてちょっとねあの汚くやろうかなと思ったんですけど、でも、まあ、セットで話した方があのやっぱり皆さんのためになるということなので、今回はセットでお話ししていきたいと思います。なので、ぜひ最後までご覧ください。もう早速いっちゃうんですけど、お風呂だけで疲れは取れないってどういうことですか。これそうですね、皆さん感じてると思いますけど、はい、お風呂入ったってね、なんか逆に出た時に疲れたなって感じる人もいっぱいいると思うんですけど、だるいとかね、ありますね、はい、お風呂は別に疲れを、まあ、取る場所ではなくて疲れを取る準備をする場所なんで、あ、準備、はい、今日お風呂に入るとこうね温まってくるとこう血管が浮上して、はい、心拍数もあるので、はい、血液循環非常にこうよくね、循環のね、はい、で血液で運んでるものは何かっていうと酸素であったり、はい、酸素、あとはですね、はい、栄養も運んでる、栄養、はい、あとホルモンを運んでるとか、はい、すごいこう人間の体にとって、重要なものを運んでるんですね、はい、でお風呂に入るとそれがつま先からね頭先からずっとこうね体がぐるぐる回るってことはね、こういい栄養だとか体中にバーッとこう回った時にそれを体吸収して細胞活性化させるっていうのは睡眠なんです。だから準備をしていい眠りをとって初めて疲れが取れる。だから疲れを取るためにはもう両方ってことなんですね。本当ね、そうですね、両方セットで考えたんですね、はい、昔からよく早くお風呂に入ってくださいっていうのは別にお風呂でいいわけじゃなくてその後の眠りを良くしてくれるのがやっぱお風呂なんで、結構さっき聞いたんですけどやっぱお風呂はいいよっていう人が多いらしいじゃないですか、うん、セットで考えずに。なんでここのつながりですよね、お風呂が睡眠のここのつながりが、ね、なぜまあお風呂がいいのかっていうことをちょっとここに、書いてもらおうかなっていうふうに思ってます。でこれを理解すれば皆さんお風呂がの重要性も分かって睡眠の重要性も分かると思うので、まあいろいろ僕、まあ、視聴者さんに、質問とかいただいたんですけども、それで結構クリアできるのかなと。そうですね、やっぱこの仕組みちゃんとなぜこのお風呂が大事なのかっていうのが、そうですね、はい、あとはこうね、睡眠のね、いろんな先生たちがお風呂入りなさいねっていうのはなんで入ったらいいかっていうところまで言わないじゃないですか。そうですね、なんで入ったらいいかっていうのをちょっと言うと、はい、人間の体ってこうリズムがあるんですよ。リズム、朝の4時ぐらいが、はい、まあ、朝の4時ぐらいが一番体温が低くて、時間の経過とともに体温が上がってきて、まあ、6時8時がピークになってこうやってまた下がってくるんですね、はい、で大体、まあ、ここら辺が、まあ、6時から大体8時ぐらいね。6時から8時ですよ。で大体こうやってぐーっとこう夜はこう下がってきて、はい、でまたこういう、まあ、上がってくるとか繰り返してね、繰り返してね、はい、で、スムーズにもともと体温が下がるんですよ人間、まあ、これ仕組みです、仕組みなんですよ、はい、なんだけどこのちょうど夜の間、夜の、例えば9時とか、ね、10時とか、はい、まあ、こういうところでお風呂に入ると体温がクッと上がるんですね。上がった体温って必ず下がるんですよ。でお風呂に入ると血管も拡張して熱放散もするからスムーズに体温が下がるんですね、はい、この、角度、ね、変化率がこの時よりまあね、ここよりも、はい、この時の方がこう角度がすごくスーッと下がってくるんで、はい、スムーズに体温が下がるから深い眠りに入りやすいんですね。勢いをつけると、そうですね、でこうメリハリをつけてスーッと下がると睡眠の特に最初の3時間ぐらいで深い眠りがそこがすごく深くなって、そこに成長ホルモンが出てくるんです。なるほど。でその成長ホルモンが出てこないと疲れは取れないので、その疲れを取るためにこう、ね、成長ホルモンを出す、その出すのに深い眠りが必要なので、それを、ね、導いてくれるのがお風呂なんですよ。じゃここがお風呂なんですね。そうこのタイミングでお風呂に入ると、はい、タイムが上がってスーッとこう下がってますね。この、ね、変化率がすごくついてくるんで深い眠り、じゃあもうここですね。そうそう
そこは結構大切なんですよ。だからお風呂に入ると疲れが取れるっていうのはこうね、まあいい眠りをしっかりとる。いい眠りって最初に深い眠りを取らなきゃいけないんですね、はい、これ深い眠りって後半に深い眠りを取ってもそこでは成長ホルモン出てこないんです。なるほど。最初の3時間ぐらいの深い眠りは体にとってはすごく大切なんですね。じゃあこの上げるですよね、うん、例えばまあ僕らが素人なんでよくわかんないですけど、例えば何度でどれぐらいみたいなのってよくあるじゃないですか。そうですね、うん、それは大体普通入ると 1.5 度ぐらい、若い人は 1.5 度ぐらい上がるんです、まあ、年寄りだと年取ってると 0.8 度ぐらい上がっちゃうんですね、はい、で、まあ、血液循環を考えると平均約1分って言われてるので循環回ってくるんですか。なので大体10分ぐらい入ってたんですね。10分ですよ、10分、ね、10分ってちゃんと計算、理由があって、はい、人間の体って皮膚と筋肉は違うんです。要するに皮膚の表面温度っていうのは5、6分で体温がぶっと上がってピークになるんですね、はい、ところが 筋温ってね、筋肉っていうふうに疲れてるところっていうのはやっぱり時間がかかる。で10分ぐらいまでかぐーっと上がってきて、そこからこう停滞してくるね。なので10分ぐらい入ってて初めて筋肉の方までしっかりと循環される。熱いお湯が好きな人っていうのは、うん、じゃあ表面は高いけど、そうまあ火が通ってないみたいなところになってくるわけですか。まあステーキでいうとレア状態。ああ、なるほど。一瞬はじゃあ暖かくなった感じがするっていうことですよね。でもそれって例えば41度とか、うん、なんかそれぐらいとかあるんですか。その、うん、熱すぎるとどうしてもあちって出てなるんで、ですよね。ここはね、個人のいますね、個人差っていうのがあるんで、はい、入った瞬間にあ気持ちいいなって心地よいって感じるってこと。すごいわかります。すごい。ぬるめぬるめって言うけど、ぬるめで嫌な人もいるんで、心地よい気持ちいいなっていうことはすごく大切なんです、まあ、それは個人差があると思うね。でもそれもそうですね、まあ、そうですね。大体この季節だと、まあ、ちょうど今は夏んだ暑いんで38度39とか、ま、季節によっても違うじゃないですか。冬だったらこの温度だと寒いしって感じるんで、自分で気持ちいいなって感じる温度に入るのが一番。いや、そこは皆さん探してください。探してください。そう、でそこで10分入るとこれが上がりやすくなって、でスーッと落ちやすい、出た時に落ちやすい。これ睡眠の何時間前に入るのが理想的ですか。だいたい体温下がってくるのには1時間から1時間半かかるんですね、しっかり上がると。はい、なのでお布団に入る、逆算して1時間半ぐらい前に出とくとちょうどこうね、いい眠りに入る、に入りやすい。これ例えば時間が結構こうまちまちの人がいるじゃないですか、うん、はいはい、そういう人たちっていうのはどうすればいい。寝るまでにそんなに時間がないよっていう人は、もともと下がってるから、ただ循環のことだけ考えて、ぬるめ、本当にぬるいのと。あ、なるほど。下がるのにちょっとその1時間半っていう時間はこう体温が下がる時間なんで、うん、そこまで体温を上げなければいい。逆に、はい、そういうわけでも入れば上がるんで、はい、であと循環は良くなる。あ、そこら辺はもうコントロールしてもらって。そうそう、ね、コントロールする。あ、なるほど。そういうふうになるんですね、これ、うん、そうするといい、まあ、眠りが取れて、疲れは取れる。そうだからお風呂だけで取れてると思ったら大間違いってことですね。大間違い。お風呂だけだと、はい、お風呂だけで取れるのは精神的なもの、リラックスしたりとか。それが事実なんですもん ね、 そうね、間違いない方がいいですね、これ、うん、そう取れちゃうと思いますからね、うん、だってお風呂でダイエットしようと思ってる人もいるわけです。2個目です、ね、2個目入りました、うん、ね、はい、まあ、ダイエットできる、まあ、そうですね、消費カロリーから考えたら、はい、まあまあまあ、運動量でいうと安静時1メッツ考えた時に、はい、まあ、入浴じっとしてれば 1.5 メッツぐらいです。歩くの3メッツぐらいだからって考えたら、歩いた方がよっぽどダイエットになるわけですよ。汗をかいて水分がちょっと抜けて、体重、ヘルスメーターに乗ると体重が落ちてるんで痩せてるような気分になるけど、それは逆に言うと水分が出ちゃってるんで危険な状態なんで、はい、それは本当に気をつけたんです。いや、僕、まあ、キックボクシングやったんですけど、うん、同じ結構、まあ、でかい人が、その人もっとプロボクサーなんですけど、うん、1回の練習で久々にやると3キロぐらい落ちるって言ったら、まあ、そういう水分を使って、落ちたように見えるんですね。見えるだけで実際のダイエットにはなってないと。あと汗でこうね、よく汗をかくからデトックスって言ってる人いるけど、はい、汗から出てくる老廃物なんてビビったるもんで、どっちかっていうとビビったるものなんですか。どっちかっていうとやっぱり、はい、血液循環してやっぱ腎臓でろ過されて尿から出るんです、ね、尿から出るんです。だからお風呂に入るとやっぱそういう意味でのこうね、まあ、デトックスにはもう、まあ、なるってことです。じゃあお風呂はデトックスにはあんまなってないってことなんですか、実際は。まあ綺麗にはなってるけど、そうで汗からはそんなで、お風呂に入ると循環が良くなって腎臓でろ過されるから、はい、
まあすごくいい。という意味ではちょっとには役立つ。まあ循環を良くしてると思うんですね。うん、だからこれはちょっと気になるね。綺麗にはならないんですよ。そうですね。綺麗にはならないっていうとちょっと語弊があるかもしれないですけど、お風呂に入っただけではあんま良くないってことですね。そうですね。当然皮脂も取れて水分も入ってきますけど。はい、出てから10分経つとこの水分どん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 乾燥して、入る前よりとほぼ同じ、そこから先はずっとこう乾燥していっちゃうんですね。じゃあそれ入る前よりも落ちてるってこと？そう、水分量落ちてる10分で、うん、だから10分お風呂から出たら10分以内に乾燥してるところにはしっかりと保湿剤を塗ってあげる、スキンケアをしてあげると綺麗な肌になってますね。これですね、スキンケア大切ですね。ここが一番、うん、そうですね。やっぱり人間ってこういろんなことやると感覚ってすごい大切じゃないですか、はい、でそれって何で感じるかっていうと、こう視覚から入ってくる情報が 80% 以上視覚から入ってくるけど、やっぱり感じるっていう感触って肌で感じる、はい、やっぱそこの肌感っていうのすごく大切にするには、肌を一定に保っとかないといけないんで、だからスキンケアをしっかり大切にしてほしいと。そうですね。じゃあもういろいろ、まあざっくりですけど今お話を聞きました、はい、で、視聴者さんに紙出しちゃいます、はい、質問を取ったんで、まあ、剣道にね役立つことを、うん、まあ、もちろん剣道の YouTube なんで質問したいと思います、はい、今コロナの関係でお風呂に入れない、寮に住んでらっしゃる方がいるそうなんですけども、はい、シャワーだけで疲れをどう取る、まあ、これ準備をねする、うん、睡眠につなげるためにシャワーでやる方法ってあるんですか？シャワーは体の、ね、汚れはきれいに出してくれるんですけど、体温なかなか上がらないですね、はい、そういう時は部分浴、こう洗面器とかそういうバケツとかにお湯を張って、はい、手と足どっちでもいいですけど、まあ、手を温めちゃうとすぐ心臓に来て温かい血液が体を上から下にドーンと落としてくれるから早く体温が上がる、はい、いや僕それ感動したんですよ。聞いたことなかったんで。あ、そうですね。普通はあんま知らないです。 足湯ってよく言うじゃないですか、うん、で僕実は患者さんに86歳のおばあちゃんの35度台の人がいて、あ、体温上がんないんですっつって、うん、足湯してくださいっつって言ってたんですけど、うん、手浴になりましたもん。足湯は結構ね、まあ、手が空くからいろんなことができるからいいんですけど、はい、後片付けとかも大変だし、ないですね、だったらもう手っ取り早く手だけ。じゃあシャワーでというよりももう手浴で、まあ、それも10分ぐらい。そうですね、うん、ちょっと手の場合は感覚が、まあ、強いっていうかあれなんで、少し厚めでもいいと思います。あ、厚めでもいいですか、うん、で厚めの、手浴、手でですね。そうですね、これ大体、まあ、10分から、はい、まあ、20分ぐらい手をつけておく、手をつけておくと、それだけでも同じような形になっていくと。分かりましたか皆さん、ぜひお試しください、はい、そして、まあ、お風呂、これはお風呂というか、なんか ストレッチみたいな、ここの筋肉をよく揉んで、はい、例えば循環よくしてあげると、はい、疲れが取れやすい、これに疲れやすいよっていうのとかっていうのはありますか？そうですね、まあ、疲れが取れやすい、まあ、よく言うね、ふくらはぎとかはね、はい、大きな筋肉のところはやっぱりそこに血がたくさんあるんで、はい、まあ、だいたい四頭筋とかふくらはぎとかっていうところはこう割と柔らかくマッサージ、下から上にやると血液が上がってくるからいいかなっていう気がしますけど。じゃあ、まあ、それですよね。そうですね、あとやっぱお風呂に入るとやっぱり温まるんで、はい、関節可動域が広がりますよね。ああ、そうですね、確かに。そうそうそう、筋肉緩みますから。骨格筋って関節マッサージでくっついてる端っこ腱ってコラーゲンできてるから、はい、ここら辺も熱に弱いんで、温まれば関節可動域が良くなるから、うん、循環すごく良い。じゃあそういう答えとしてはふくらはぎしてください大きい筋肉があるね、ふくらはぎしていただいて、あと、まあ、大会前ですよね、うん、本当は明日試合ですとか、うん、重要な試合ですっていう時のこのやり方っていうのは別に違いってある、はいはい、まあ、その日だけ頑張ったっていい結果出ないんで、普段からこういうことやっておけばいいかなって感じですね。もっとご意見そうですね、大会前とかはありません、ね、普段からやってください、普段から。そうですね、理想の睡眠時間とか室温とか。そうですね、そういうのってあるんですか？室温はこの暑い時はだいたい室温26度ぐらいですね。熱26度、26度ぐらい、はい、で、まあ、冬は18度とかっていうぐらいに、まあ、設定して寝るっていうと、まあ、一番統計上すごくいい眠りになってるっていう、はい、が出てるんですね。であと睡眠時間は人それぞれ、違うんだけど、役割が時間帯によって違うんです。ああ、この時間ですね。そう、はい、なので最初の深い眠りは、最初の3時間ぐらいは深い眠りで体のケアをそこでしっかりとしてくれるんですね。で後半のレム睡眠っていう浅い眠りではこう脳の制御してくれる。脳の整理なんですか？記憶の整理、インデックスをこう記憶にくっつけてくれてるんで、だから睡眠時間ってある程度必要なんですよ。はい、
なんだけど、あとそのじゃあどれぐらいで足りてるかっていうと、日中まず眠くならない、はい、っていうと、まあ、そこそこ足りてるわけですね。なるほど。よくあのお布団に入ると3秒で寝ちゃうとか言ってる人いるんですけど、はい、まあ、そういう人たちは気絶してるのと同じようなもん。気絶です気絶ですなので、まああのね、それじゃやっぱ足んないんですよね。確かに、なんか聞いたことありますもんね、逆に睡眠不足ですみたいな。そうなんですね。だからまああの、かえってこうね、こうすぐ眠れちゃうなんていう人はやっぱりこうそもそも睡眠が足らないなっていう感じです。だから選手としては、うん、そのまあ、記憶の整理っていうのは、うん、めちゃめちゃやっぱ練習したことを整理するためにも、うん、やっぱり逆になんか睡眠時間短くなって練習ばっかしてる人っていうのは、うん、なんかちょっとあれそうそうそう、だからあんまりね、あの寝てないとかっていうのはよくあのオーバートレーニングになりがちなんですよ、はい、トレーニングばっかりやりすぎてると、はい、なのであの目安があって、朝起きた時にこう脈拍を取るんですね。脈拍取るんですか。はい、脈拍は、ね、正直なんですよ、はい、なので脈拍をこう取っておくと大体、まあ、大体60拍ぐらい前後で皆さん動いてると思うんだけど、朝起きた時にそれが5拍とか10拍とか多い日が2、3日続いたらもう体は疲れてるんだと。初めて聞きました。マジですか。そうそうそう、それはね、体正直なので、脈は正直なので、あの気持ちはガーッと高ぶっててもこう脈正直なので、脈が上がってるってことはいい眠りが取れてないってこと、ってことは疲れがちゃんと取れてない。めちゃめちゃその誰も知らないよ。だからそこは本当にあの脈ってこう大切なんで、朝ね、ほんの1分30秒でもいいですよ、こう取ってこうやって、まあ、置くと、あ今日はこんな感じだな、まあ、今日普通だったなって。なるほど。増えちゃうと疲れが入っちゃってるなって、そろそろじゃあリカバリーを中心に考えよう、トレーニングを変えていこうっていうした。あ、それを見て、うん、それ選手としてはめちゃめちゃ分かりやすいですよね。そうそうそう。でも脈拍測ってるチームとかなんかなくないですかね、集合っつって脈測るんだよみんなで待って、あれってあのドレッドのフリックとか、ああ、あとは堀江で聞きましたけどね、どれぐらいがあったら疲れてる状態なの。あのそうそう、それでちょっと今思い出したんですけど、筋肉多いあんだけ、うん、あのラグビー選手、はいはい、日本代表の、うん、ズームの時になんかあれ見せてもらいましたけど、うん、あれ抗体浴みたいなの、うん、ああやってますね。ああいうのって例えば本当にガツガツに、例えばこうみんな剣道やってる人なんで、うん、本当トップチームってめちゃめちゃやってると思うんですよ、はい、でそういうのってやっぱ効果あるんですか。例えば交代浴でも、うん、あれ1分交代でしたっけ。そうそうそう、を7回、うん、7セットしてね、うん、めちゃめちゃ記憶してますよ、うん、冷たいとこ、そもそもあれってあの筋量とか筋肉の量の多い人じゃないとあんま効果がなくて、はい、冷たいところに入るとなんかドキドキすると思ってる人がいるんだけど、ドキドキなんかしなくて、はい、心拍が逆に言うとこうゆっくりになるんですよ。あ、逆に逆に、はい、で、まあそれで血液を動かさないようにするんですね、冷たいところに入ると、はい、で、ある意味こう心臓を守るとか、まあ、生体防御反応、はい、で、そこで筋肉の中に血液が溜まってあったかいところに行くと血管が開いてバーッと流れるですね、はい、っていうふうに自分の体を使ってこうポンプ作用を使って、血液循環を良くするっていう、まあ、治し方なので、まあ、筋肉の量の多い人はやった方がいいかもしれないけど、あ、まあ、少ない人の場合はね。でも結構やっぱパーソナル的な、あなたは、うん、あなたがこういうのが合ってますよっていうのは人それぞれで、例えば今こうあの、ね、石川さんがこうやって、うん、教えてくださいましたけども、じゃあ巷のじゃあ情報を見て、うん、それがいいんだと思ってちょっとやっちゃうと間違いな部分も多いっていう。そうそうそう、結構多いですね。結構多いですってそうそうそう、はい、なんか意外にえっていうことも結構あって、はい、そうなんですか、うん、だってよくあの抗体浴の場合の冷たい方 の水温なんてやっぱ13度とかだから、はい、普通13度ぐらいなんですね。それぐらいでやるんですよ、はい、で水道水ってそんなに冷たくないんで。確かに。それぐらいですとそんなにあの効果がないっていうかね、こうちこうなんていうの、止まらないんで、血が止まらない。それもやっぱ差を作るんですか。そう、結構だから氷水とかに入れないと、はい、逆に言うとそこまで冷えない。じゃあ銭湯とかの冷たいのは、うん、あれね、銭湯とかで冷たいと大体15度ぐらいにしてるのが、それでもそれでももうちょっとじゃあ下げた方が本当、うん、本来なら。そうそう、機械とかでやっぱ使わないとそこまでやってなんない。でちょっと難しいかもしれないですね、うん、実際も家庭でやるってなるとやっぱり部分、例えば足だけやるとか、はい、っていうふうにだったらまあできるけど、はい、全身の中とかでということですでやっぱり筋肉もね、多いアスリートでやっぱもう、うん、種目によっても違うだろうし。そうですね。でね、なんでそういう人、それはもう人それぞれというか、うん、だからあの時数とかでもう抗体分とかあるんですけど、あそこはもう13度に設定してるんですけど、養殖用の機械って。マジっすか。
実際そんなんでやってるんですか。そうそうそう、で循環させておかないと水が温まっちゃうんでって言って、養殖用のなんかあれ使ってやってます、ね、お湯は何度ぐらいですか。お湯はね38度でやってますね。あれそれをあの日本のラグビーの人たちは1分の7セットそうそうそう同じホリエモンをやったと。そうドレッドで。そう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 、はい、あマジですか。じゃあもうそれぞれなんか自分に合ったものをもう見つけていくしかないってことですね。そうですね、自分に合ったものをやっぱりあのトライアンドエラーで見つけていくっていうのが一番いいんじゃないですかね。まあ、でもそれが答えですよね、うん、だから大元のこういうお風呂と睡眠がセットであり、うん、あのこういう仕組みっていうのを覚えた上で自分に合うものを見つけて、で、困ったら石川さんに聞くとね、ツイッター、はい、何でもいいです。ツイッターやってますね、はい、ツイッターあの貼っておきますんで、あぜひあの、ね、皆さん石川さん、ね、石川さん覚えてください。はい、ありがとうございます。はい、まあこういう感じで、はい、皆さんにちょっと伝わったと思いますので、はい、ありがとうございました。またまた見てください。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。